うん、あのね、あのね、めちゃくちゃ美味しくなった。というわけで、地方の缶、悪くないでしょ、カルカ、前のすごくラーメンを食べたのが、いいじゃん。もう、なんだろう、コンソメ、いわゆるコンソメスープ、味の素コンソメスープみたいな、コンソメが あったらいいなと思って、売ってるのないんですよ。ローカルには売ってない。だから、で、アマゾンで探してみたけど、まずコンソメ、というか、ブイヨン、ブリリオン、ブリオン、よくわかんない。で、探して、で、最初、一番最初に出てくるのが、インドのメーカーのマギーの、日本のいわゆるコンソメ、キューブ、コンソメキューブと同じ四角いやつが出てくるんだけど、その評価を深読みしてみると、評価がすごい高いんだけど、何にせよお客様インド人で、インド人向けテイストになってんじゃないかと思って、で、評価が低い評価をちょっと読んでみたら、これは違う、みたいな。マサラ風味たっぷりみたいなレビューがあって、あ、なるほどねと。だからカレー風味なんだろうなと思って、だからそれだと評価高いわけですよ、インドの場合はね。そういうことでしょ。だからそれを見て、あ、マギーで買っちゃうと、マサラ風味、ターメリックなのかカレーパウダーなのかわかんないけど、そっちの味になっちゃうなと思ったから、それはやめようと思って、それでちょっとあんまり見かけないっていうか、多分そ、外国人とか多いグルガオンとかの大型スーパーに行けばあるんだろうけども、少なくとも地方のローカルには絶対売ってないようなチキン、この場合ブロス、だから鶏ガラスープだよねっていうのを、これをあえて選んで、高かったけど買ってみた。で、これでまずスープにして、まずどんな風になるかで、スープにして美味しいってみんなレビューで書いてる人がいるから、多分カレー風味じゃないんだろうと。それは期待して、この後飲んでみれば分かるんだけど、でそれがうまくいったら、チキンコンソメ代わりとして、なんか作ってみようと、なんか作るというか炊き、なんかやってみようと思う。 100g 350ml 525円とか550円とか、そのくらい。ここ割引で買ってる、235円だから330円ぐらいですか。で、これを使って、また前回のスーパー超手抜き、アーリオオーリオ風、ペペロンチーノ風じゃないけど、またこれでね、ちょっとなんか作ってみようと思って。さあ、まずこれを開けてみようと思う。開けてみようとか、一旦スープとして使ってみようと思う。とりあえず軽く味を見てみようと。味になるんだよ。全然いける。全然コンソメスープだ。ブイヨンだ。かなりもう全然足しない。全然美味しい。普通のね、コンソメスープの味がする。ないんだよ、インドに。さっきも言ったけど、レビューでマギーで買っちゃうと、この中にマサラ入っちゃってるから、カレー風味になっちゃうから、ないんですよ、カレー味でない。全然美味しい。どうしようか。少しパセリ。それからペッパー振って、だったらこっちでいいですし、食塩でもいいんだけど、動画なんで、ビンクすると。全然いけるんじゃないかな。あのね、すごい懐かしい。インスタントラーメン、日清麺職人のカップラーメンのね、味がする。これ中華麺でラーメン食って美味しい。塩ラーメンだけど、すごい美味しくの美味しい。で、最後に、ちょっと味は分かった。で、最後に、この万能、これね、めちゃくちゃ万能だってことに気づいた。日本でも、1000円以上、ちょっと大きいんだよ、日本は。こんな感じで500とかだから、1000円ぐらいしちゃってもいいんだけど、でもね、使えるから、自己費しても全然いいと。インドはちょうど、テーブル交渉サイズで、だから100ルピーぐらい、150円ぐらいで買えたからよかったんだけど、いろんなものに使える。カップラーメンにも、チャーハンにも、何時でも使えると思う。ガーリックパウダーも、ほんの少しで振ってみた。だから、全然使える。高いけど、少しでいいんで、これでさらに美味しくなっちゃう。めちゃくちゃ美味しくなった。というわけで、高いけど、インドのいわゆる超ドローカルブランド、マギーではなくて、こっち。これも当然輸入物でもなくて、インドの
マハラシュトラ、ムンバイの、ね、会社なんだけど、ハイタラのものとかね、インドインドしないものって大概ムンバイだよね。それは分かる。マルコ・ポールカフェの客を見てやってるのが分かる。まあいいや。というわけで、美味しい。インドでコンソメが欲しかったら、これなのかな。これでいろいろ、これね、今日、やってみよう。はい、ハッカヌードル。ハッカヌードルって、インドの結構チャイニーズのメニュー、フライドライスとかチョーメンとか置いてあるレストランに行くと、あるところは北インドなのかな、北インドかな。で、まあ、でハッカヌードルって何ですか、よく分かってない。ただ絵的にこういう感じで食べる。ただの塩焼きそば的にする。じゃあ他の焼きそばと何が違うんだろう、チョーメンと何が違うの、よく分かんないんだけど。でハッカヌードル、何が違うのかっていうと、よく分からない。マイダ、小麦粉を使ってますって書いてあるんですよ。で、これはね、30ルピー、140グラム。これは普通にデリーの1000分の1の人口の町、地方の町でも作ります。でもこれしか言ってるんですよ。だから、ただのこれは麺として売られていて、で、麺。かんない。悪くないでしょ。悪くないでしょ。で、これはインスタント麺と違って袋入り麺みたいな粉末のあれとかが入ってるわけじゃないんで、僕なんかでやらチキンボースを買ったんで、これだけを使ってニンニク系のローストガーリックとガーリックパウダー、その2つがあればラーメンっぽいのがいいじゃないかなって。それからちょっと塩ラーメン風なものを、この麺を使って、この麺を使うというか、これはヌードルして食べるだけなんだけど、というかこれぐらいしかなかった。あとはいわゆるマギー的なカップラーメンしかなかったんで、ちょっとこれ僕初めて買ってみたんだけど、結構茹で時間かかるのかな、5分って書いてある5 minutes。 やってみようと思います。はい、撮っておこうかな。こういうなるんだよね。今、まさにラーメンスープを作るっていうところを撮ろうと思ったんだけど、停電が発生しました。でも続行しちゃう。麺茹で上がっちゃってた。ここで今やめちゃったら麺伸びちゃうよね。だから停電だけど、この真っ暗。でも日常的に停電がこうやって起きるわけですよ。で、あ、着いたね。また、はい、着きました。ラーメン用のスープにするので、まあ、ちょっと大さじ2ぐらい使っちゃいますか、贅沢に。いや、そうするとすぐなくなっちゃう。これ235ルピーだから、こんなにいらないのかな。で、基本的にもう、まずはこれだけでやってみます。で、今日ちょっとお試しなんだけど、これは後で、もう後で足すんで、これだけでスープを作る。持ってない。何を持ってない。もちろん湯切りも持ってないんだけど、そもそも、丼を持ってないので、プラスチックのタッパー、丸系のタッパーにスープ今さっきのをやりました。ちょっとやっぱ麺が長くないんだけど、立ち食いラーメンみたいな感じで、インドのハッカヌードルを使ってチキンブロス、鶏ガラだけをお湯で溶いたスープに入れて、丼がないので、これでちょっとラーメンができるか。今冬なんでね、ラーメン食べたくなるよね。ラーメンを食べるのは数年ぶり。東京オリンピックよりもはるか前です。僕がラーメンを食べたのは。あ、スープとしちゃうとちょっと味がやっぱり足らなくなって、塩、これねこのガーリックパウダーね、全然日本でも使えると思ってて、高いんだけど、カップラーメンとかにも、日本のカップラーメンプラスアルファで使っても全然美味しいと思うんだけど、黒胡椒はかけます。白胡椒も売ってるんだけど、今ちょっとこれを持ってるのであえて、このパウダー胡椒は買ってないっていうだけで、パウダー胡椒も普通に買おうと思えば売ってます。で、三つ葉とかそういったものはないんで、結局はパクチー、タイっぽくなっちゃうね。こういうコースも完全にタイだね。センミナーみたいですね。あ、センミナーなんだろうね。そっか、足りなかったらナンプラー足せばいいんだ。さあどうでしょう。うん、あ、パクチー入れたらセミナーになっちゃった。というわけで、まあラーメンっぽい、タイラーメンっぽい。まあラーメン、もちろん日本のラーメンのクオリティってもう半端ないから、カップラーメンのクオリティも高いと思うけど、そこにはいかないけど、少なくともラーメンっぽいものがですね、30ルピーで、でも半分で済むな。まだ全然余ってるので、一袋やっちゃったら。だから、30ルピーのハッカヌードルの麺半分分と、これだけで、
できると。ただ、器がタパラで、ちょっと、ね、丼ね探してるんですけど、ないから、丼っぽいものを、器を、まあ、探して買ってみて、で麺もなんかラーメン用麺っていうのがあるんで、アマゾンに、それを買ってまた作ってみようと思います。少なくとも今日はこれとこれだけでいい感じになりました。パクチー入れたらタイっぽくなったけど、パクチー入れなきゃ普通にラーメンっぽくも食べられるという感じですね。1回目のラーメン終了。